はいい、えー、皆さんよろししくお願いしますす,すごい人数ですね。<laughs> あのジェネレティブ AI ということでついにやってまいりましたけどもあの早速ですね振っていきたいんですけど今このタイミングがその AI っていう流れにおいてちょっとどういうタイミングなのか補助線をちょっとだけ話せればと思いますが G1 ってこの AI のセッション 毎年あるわけですけど明らかに去年ともう完全に違う世界になってるっていうことなんですよね。であの去年の11月末に、えー、チャット GPT ってものがあの発表されてですね <laughs> <laughs> 数年前からですね GPT はすごいよって松尾先生言ってたんですけどまずあのチャット GPT が2か月で、えー、1億人ユーザーを突破しました。 これ全産業全,全人類史上初のことなんですよね、最速でまず突破してますということと、あと先週の水曜日に g p t 4がローンチされました、大体72時間前ですね。で、2日前にあのマ,マイクロソフトが全オフィスアカウントの上に、コーパイロットというこの g p t 4を搭載するということで、これが発表されて。 なまだ今何が起こっているのか全世界で誰もまだ完全にはキャッチアップできてないということなんですけれども <laughs> あのぜひですねあのここの話を聞いていければなと思ってます。でこれってたがさん早速入っていければと思いますけどこれ何がどれぐらいどうすごいのかよく分かんないと思うんですけどちょっとそれをすごく分かりやすくお説明 <laughs> いただきます。 さんからですね、なんかあると思うんですけど、多分ね、自分を機会に読み込ませるなんてことはものすごい難しいと思うかもしれないんですけれども、えー、二日前に、落合陽一さんが私の目の前でやったことはですね、二千文字の落合情報を入れると、落合陽一が話し出し、落合陽一と落合陽一の登壇、あの、討議が始まり、そこにあたか数を入れると。 そこに議論が始まるというレベルです。でそこで書いてあることは非常にもともらしく、そ、そして自分たちが言うよりもまともだったりして、<laughs> なおかつ、ふわーっとしたヌルヌルのような落ち合い後すらですね、これはあの空足税式の解読であるというふうに、非常にエイチに伴う話ができます。ということで皆さんが思っているようなことではないです、今起こっていることは。多分人類のほとんどの人をはるかに超えた 何かが今生まれていると自分の専門以外で勝てる人は多分いないですおそらく。えー、鳴らして言うとというものが多分今生まれてしまっているという状態であるということとカーツワイルが言ったのっていうのは人間と機械をコネクトすることで人間の知能っていうのは1年で倍速で上がるって言ったんですけどこれ繋がらないまま機械だけがただひたすら爆発的にいってってるんです。 これは何を意味しているのかを多分議論する会なんじゃないかなというふうに思っています。はい。逆に言うとチャット G. P. T. で触ったことあるっていう人。うほぼ全員ですよね。素晴らしいああ、さすがです。G. P. T. 4触ったってあいます。あ,あ、でも。素晴らしいですね。これなんかさ。これ見た方が早いよね,ね。あ、そうですね。平野さん、ちょっとあの、これどうすごいかをちょっと皆さんに少しぜひお願いします。<laughs> これ画面共有、あの皆さん。あ、見えてます。 はい。で、あの、こんな風にですね、あの、ま、チャット、まあ、GPT3.5 とか4とかっこう選べるんですけど、まあ、今回はこう、まあ、GPT4 を選んで、で、あの、今日は、このプロンプトをですね、あの、日本の財界が集まっている会なんですけれども、こう盛り上がるアジェンダと問いのリストをくださいっていううに、あの、このようにこうバーッとこう投げ、ピッと押すと、バババ,バッと、こう出てくるんですよね。 これは今計算してます、ひたすら。ジェネレーティブ AI の最大のインパクトは何ですかとか、まあ、これもまさに今日あのこの1時間でお話しすることだと思いますし、あのまあ、ビジネスへのこう影響って、あのまあ、直近でどうなっていくのみたいなところも、皆さん、を聞きたいところなんじゃないかなというふうに思います。 でここの適切さをよく見ていただくと国会答弁等がです、ね、どのぐらい官僚 <laughs> の徹夜はどれほど消えていくかはほぼ明らかでありですねでこういうタイプのナスティーなタイプの人にどういうふうに対応したらいいと思いますかといったらそういうふうにソフトになります。 これまで、まあ、こういう系のものって、こう、いかに、こう、炎上させるかみたいなところだったと思うんですけれども、まあ、そういうところの、こう、リスクも、こう、チャット GPT は取られているので、あの、変に、変なことも、こう、言わないっていうようなところが、こう、保証されていると。これ、松尾先生が一体何が起こっているのか、ちょっと、技術的な側面からご説明いただいてもよろしいですかああ、そうですね。あの、これ、あの、えー、っと、学習をしてるんですね。事前学習っていうので、あの、 学習してするのはですね大量のテキストを読み込ませて次の単語は何かっていう予測をさせてるだけなんですね基本的には。であの自己教師あり学習っていうんですけども、まあ、すごい大量のテキストで途中まで読み込ませて次の単語は何か次の単語は何か次の単語は何かというのをひたすらあの学習させているだけなんです。でそれでなんでこんなことができるかっていうと要するにいろんなテキストありますよ世の中に。 で、例えばこういう会議の議事録みたいなやつもあるわけですよ。でそうすると、議事録の次の単語を予測するということで、精度を上げまくるためには、議事録っていうのはそもそもどういうもので、ここの登壇者っていうのはどういう属性で、この登壇者だったらこういうこと言いそうだなというのを予想しながら当てないといけないですね。なので、そういうことをですね、めちゃくちゃトレーニングを積まされてるうちに、議事録も書けるし、問いも設定できるし、数学もできるし、 あのプログラミングもできるみたいなもう何でもできるやつができてしまったっていうでですすねそううい感じしかもなんかこれ言語超えてますよねあそうですねあのほとんど英語のデータなんで日本語は多分ですねあんまりサポートしてるつもりないんですけどそれでも日本語がちょっと入ってるのでデータとして。 それでででここまでできるるなっているとであのどっちかっていうとです、ね、日本語ができるというよりはもう言語を超えた概念空間みたいなのを獲得していてそこと日本語とのマッピングを学習,学習しているとだから少数のです、ね、データしかない言語でもかなり、まあ、で,できるっていうですねそ,のそんな感じですね昔エスペラント語ってのがありましたが、まあ、そんな感じですよねエスペラント語あまあ言語を超えた抽象構造を言,言語にしても内部構造を抽象理解していてインプットを 言葉入れるとこれがですねあのなんていうか、どこまで学習されているのかもも,もはやあんまりよく分からなくて、ね、GPT3 は1750億パラメーターなんですね。なのでこのパラメーターの空間の中に何が学習されているかっていうのをもう調べるすべがあんまりないっていうかですねあの、もう聞くしかないみたいな感じで, <laughs> でしかもそれが GPT4 になってこれ、パラメーター数公開されてないんですね。だけどまあ 超,超単位だというふうになってますけどもその大規模の中に、まあ、ど,どれだけのことが学習されてるのかっていうのがもうもはやわからないぐらいでこれをあのう,まうまいことプロンプトでですね引き出してやると実はすごいことがあの分かってるらしいということです今オープン AI の、えー、人数が大体250人ぐらいなんですよね250人のエンジニアがこうソフトウェア巨大なソフトウェアを学習させてそれを API っていうところですごく絞って外に出すと。で そこに対して今世界中の本当に GPT-4 が出たのって4日前ね、2日前なので、今ツイッター見るとですね、ものすごいいろんなアプリケーションのプラクティスが世界中で起こっています。なので、まあ、我々の会社もいろんなエンジニアがこういうのを作ってるんですけども、まあ一人の人間がもう認知できるスピードじゃないっていうのはもう完全にもうここ1年ぐらいそういう状態にはなってます。なので、 実際に学習されてるモデルとオープン AI 側が何ができるかっていうのが分かっている度合いとそれが外に公開されて人間はどれいらいが分かっているかの度合いがもう何て言うんですかねものすごく100対10対1みたいになってるのが今なのかなと思います。 でじゃあこういうものができた出てきた時に、まあ、一体何が変わるのかどういう産業は影響を受けるのかあるいは人はどう変わる必要があるのかみたいなそういった方向感の話を聞いていければなと思いますけど <laughs> じゃあ高カさんまた分かりやすくぜひお願いします。<laughs> あの毎回むずいんですけど、まあ、あのまあ3つぐらいとりあえずファット思いつくこととしてはですね、まあ、とりあえず人間の大体形のこととかちょっと悩むことっていうのは全部機械の方が得意なんでほとんどの場合ですね。 とりあえずそこに叩いて、それを直すというか、ちょっと手を入れるとか、正確には多分プロンプトの入れ直しでチューニングするっていうのが、ほとんどの仕事の中心になっていく可能性が非常に高いと推定します。えー、で、まあ、ということはですね、えっ、ー、と、多くのホワイトカラーワークの、なんちゅうか、根本的に不要とは言いませんけど、激変する可能性は高くですね、これだいぶ前に、3年ぐらい前に、その、さっきの、 ののですねあのウィークリー落合っていうすごい面白い番組なんですけどそこにその出てた時にコロナの影響でどうなるのかっていう時に仕事っていうのは顧客の前にいるフロントエンドの人と後ろで物なりサービスを作ってバックエンドの人と間のつなぎのミッドの人ミドルがいるけれどもミドルは消えんじゃないかって話をしてたんですがこれが。 今から一気に起きると推定します。だから創業社長の方、ここいっぱいいらっしゃるんで分かると思います。最初はまあフロントとバックしかいないわけですよ。会社ってもしくは一人しかいないで。だんだんミドルが増えていくわけですよね。多分1000人ぐらいの規模の会社って半分以上ミドルなんですけど、あの人たちはいらなくなります。<laughs> 非常に簡単に言うとですね。 これは多分非常に根本的な変容と言えると思います。あとエンジニアリング的なものっていうのはかなり、とか言語の一種なんで、結局自然言語もコピュニ言語も言語なんで、シュルシュル動くわけですね。ですからエンジニアとの壁ってのは劇的な低くなることは間違いなくて、もちろんハイエンドのエンジニアとはたらそれを直せるし、 もっとすごいアーキテクチャまで全部見て考えられるんで大事なんですけれども、そういうことは分かんないですという生き物は多分許されない時代に突入するっていうのは多分二つ目にすごく大きいんじゃないかなというふうに思ってます。ミドルがいなくなるイメージっていうのは、はい、そのフロントとバックの間にこういう AI エージェントが はい、振る舞うっていうだと思いますね。だから劇的に少しで良くなるんじゃないですか,、ね、かあれなんですよね。そのじょじょ我々ねほとんどの人が情報加工産業をしてるんですよ。で、あのうん、うん、何かメールを受け取って他の人に指示を出すとか、うん、何かに入力するとか、もうほぼ情報加工産業を人手でやってて、それが一気に中抜きされますということですよね。うんうん、そうですね。だから相当面白いことをなのかメタ化ができない人は。 価値ない,っていうか、あと生体験に基づいて何か言ってる人じゃないと、多分あんま価値ないんじゃないのかなっていう,うになんか今の緑の話み、ミドルの話聞いて思ったのがです、ね、はい、私もいろんな大手の企業さんの社内の業務のオートメーションとかやるんですけど、うんうん、こ,こういうアイデアあるよねって誰か言い出したと、はい、でもそれ、とっくの昔の他の事業部がやってるとか、はい、みたいなのがもう無限回繰り返されてて、はいはい、例えばここにいる方々が同時に話すって難しいですよね、そもそも。はい なんで人が一人で話せる量ってあんまりないのでそもそも人間の認知限界を超えている領域を縮約したエージェントが振る舞うっていうなんかすごいしかるべき変化なのかなと感じましたけどあともう一個だけ付け加えると、まあ、あの AI は付き合うとよく分かりますけどなんつかまあ心のステータスが非常に高いんで。 あの下脱しちゃってんですよね。<laughs> えー、僕あの四ヶ月ぐらい実は下脱を目指してたんですが、あのチャット GPT4 の登場によってもう下脱あきめまして <laughs>、基本的にはアップセツしないですね。だからどのようなナスティーな対応に対しても正しく対応します。えーえー、これは我々があの仏陀二千五百年の教えを得てもですね、相変わらず達成できないことをやり遂げてるんです。 こ,このパワーはすごいと思いますね、私、はい、どう考えるのかっていうのはあ, <laughs> ありがとうございます。じゃあ、平野さんあの、いろんな会社さんとディスカッション、日々されてると思うんですけども、おまあ、産業界にどんな変化が出てくるんですかね。 あそうですね。あの、チャット GPT で、あの、弁護士のテスト、ほぼほぼ合格しただとか、あの、お医者さんのテストもなんか合格しただとか、なんかそういったこう話が出てきていて、で、まあ本当こう、まあ我々がね、こう何年間もかけて勉強することっていうのはう一気にこうチャット GPT でやってしまって、すごいなっていうふうに思っているんですけれども、あの、 じゃあ、とはいえ、じゃあ、弁護士がなくなるのかっていうと、なくなる弁護士と、まあ、そうじゃないこう弁護士っていうのは、こう、いるんだろうなっていうふうに思っていて、その人間のその認知をこう拡大させるかどうかっていうところが、あの、規模になってくると思うんですよね。で、その人って、こういうこと言ってほしいなっていうことがあって、で、それに対して弁護士の人が、あじゃあ、それに、あの、じゃ即したようなことを言うっていう、あ、これはもうチャット GPT で、こう、置き換えられる。 と思うんですけれども、一方で世界観の変化みたいなところって、これできないと思ってるんですよね。で、例えば、じゃあ、あの、ブロックチェーンのこう、ま、世界がこう始まって、ウェブ3の話があって、で、あの、こういう法律が日本には必要なんです、みたいなふうにことを言う、ま、法律家の方とか、あの、いらっしゃったと思うんですけれども、こういった、その、ウィル、 があるかどうかっていうところで相手のこう認知が変わってくるっていうところがあると思うんですけれどもここはこうまあチャット GPT がこうできないですしで他にもこう例えばお医者さんであのチャット GPT にちょっとこのままじゃダメですよみたいなことを言われても不運って感じじゃないですかでもこの先生が駄目ですよって言ってるからああそうなんだっていうふうに思ってるっていうところがあると思うのでまあ権威付けみたいなところはあの一つこう人間のこう価値っていうところになるんだろうなっていうふうに思ってます。 あとはやっぱりのコミュニケーションのところ、あの先ほども上がってましたけれども、あのこれまで仕事だっていうふうに思ってたところのほとんどがこう実はコミュニケーションだったっていうことだと思うんですよね。そのレポート書くだとか、あのこの間もあのマイクロソフトを勝手にあのパワーポイント書いてくれるだとかあの出ていましたけれども、そういったところっていうのは、もうほぼほぼあの AI がこうやってしまって、そのふくらね、何かこう意図があった。 こういうことをこう書いてほしいみたいな意図だけこう人間が作ってで膨らませるのはこう AI であとはちょっとこう確認していくみたいな、まあ、そういったようなこう働き方になるんだろうなっていうふうに思ってます先ほど意思がないという話が出ましたけれどもソフトウェアには意思がなくっていう解釈は本当なんでしょうか <laughs> えっとですねいやあの <coughs> まあ僕もあの <coughs> あのまあ、いろいろその取材とかであの聞かれるとあの今の平野さんみたいなに丁寧に答えるんですね。だけどですね。まあうんなんかいや正直分かんないですよね。もうそのなんていうかそこの問いを設定するとかコミュニケーションとか人間同士のコミュニケーションが大事だとか言いますけど、まあ、本当かなみたいな。 そのねういやいやだってそのじゃあな,なんでその人間の役割が何でその AI にできないんでしたっけみたいなだからまあどこまでいくのか分かんないですよね、はい。なんかインターネット上で面白い実験をしてる方がいてこの AI に、うん、あの人間が愛着を感じるように振る舞ってください感情パラメータをこのように出力してくださいっていうものを入れながらやっていくとこう消さないでみたいなものすごく感情に訴えかけられるような。<laughs> いやそうそれでそれ、はい、あの別に消さないでと思ってるわけじゃなくてもちろんただこういうふうに言われたらこういうふうにあのな単語が続くと予測するから、まあ、期待に応えてるんですよねた,ただその時にその悲しみとかですね喜びみたいな感情で悲しみみたいいなのががすごい上がるんですよなんか消すぞとか言うとう、ね、だからその感情のシミュレートは少なくともかなり上手にできてるんですよ。 なんでこのこの中で「ハー」という映画を見たことのある人あ,あれで見たような感じのやつがいつ起きてもおかしくないと思いますね。はいあのハーっていうのはそのすごい感情まで持ったコンピューターが現れてみんながそれでやってるんですでその主人公は恋に落ちるんですけどそのハーにその彼女に聞く話名前忘れちゃったんだけど。 あなたでは今何人とデートしてんのかみたいな。なんかあのな何,何千何百何十何人とか言っても。主人公は絶望に陥るシーンがあるんですけど。本当に今で、ゲーム産業の方々が対話で。えー、この中毒になっていくゲームを作れないかみたいな。昔よく考えるとなんか美少女ゲームがあったじゃないですか。ああいうのに人がもうすごい中毒になっていて。それがもうさらに進化するんだと、まあできない理由ってあんまないはずで。 って考えると非常に今後人間の感情に訴えかけるような少なくともインターフェースをそういう振る舞いをすることにはほぼ確実になるしかもいい塩梅の絵とかアニメーションなんてもうバンバン作ってくれますからねはい組み合わせればクリエーター産業の皆さんチャンスです <laughs> でちょっとここの話をもうちょっと広げたいんですけどこれは私がちょっと個人的に松尾先生に聞きたいなってことなんですけども今のモデルって入力出力が言語じゃないですかなんですごい賢くなっていくなんか感情に訴えかけてくるっていとこほぼ確定だなと思ってるんですけど行動アクションっていうものを自律的にしたり何かしらの振る舞いあるいはフィードバックを我々の現実世界にかけてくるような進化っていうのはあるのかないのかっていうところをぜひちょっとお伺いしてえっとですね。ね この話はななんかですねちょっとその今みたいに、まあ、いずれ必ずそうなりますっていう話と短期的に見た時に結構いろいろありますって、まあ、両方あるんですね。で短期的に見た時は実は結構ですねその今本当にいろんな人がいろんなサービスを作ろうとしてるんだけど結構そのて手なずけるのが難しいっていうか実際に目的に合わせたアプリケーションを作ろうとすると結構むずいっていうのがあります。でそれから例えば文脈をですね えー、何千語、4千語とかですねその、えー、トークン数がです、ね、あの決まってて、えー、それ以前の文脈はもう忘れちゃうんですね。なので、先ほどプロンプトが2、えー、千語とか言いましたけど実はあれ以上のプロンプトをです、ね、入れることができないんですね、今の技術だと。ということは例えばですね、まあ、あの社内の文章を読み込ませて社内のことをよく分かった ChatGPT とか作ろうとしても今の技術だと結構むずいんです。 あのどうやってこの大量の社内文書を、その、チャット GPT に入力するかっていう技術がまだないですね。でっていう感じで、短期的にはいろいろあります。その中でも、結構クリティカルかもしれないのが、今言ったですね、行動っていうのができるのかできないかっていうこと。で、例えばチャット GPT にお願いして、例えばそのブラウザの操作ができる。ブラウザの操作ができると、ほぼ全てできるんですね。あの で、それがですね、どこまでのレベルでできるのかっていう話があって、多分ある程度は必ずできるようになるんですよ。もう、もうすでにそういう研究たくさんありますし。だけど、本当にそのブラウザを操作して、えー、いろん、例えば、まあ、ブラウザ操作だけできると、た、例えば会社を作るとか、も、もしかしてできるのかもしれなくてですね。で、授業を作り出すとかですね。で、そういうのってすごくその階層構造があるんですね。行動の階層構造がある。で、これがどこら辺までの、えー、階層化された行動だったら、 えー、そのチャット GPT はできるようになるのかというところが結構技術的なまあちょっと分岐点かなと僕は思ってます、ね、GPT3 から GPT4 の変化の位置が入力が画像でもちゃんと答えるつまりその試験問題の図式みたいなのとかあるいは写真を入れるとそれを高度に言語解釈しているつまりその言語空間とこういう現実世界の まあ当然の言葉で言うと動物 OS みたいなものと言語アプリケーションこの2レイヤーのものが接続し始めてると捉えていいんですかあれもですね,、えーっとですねまあ、ディープマインドのガトーとかちょっと前にもあったんですよマルチモーダルの,あの代表言語モデルで今の、えー、っと大規模言語モデルのマルチモーダル版は割と表面的にあの組み合わせてるだけで画像から得た特徴量をトークンとして入れてるだけなんですよだ大体の場合がだからあんまり本質的なそのグラウンディングにはなってない はずなんですね、はい、ただまあ先は分かんないですけど,、はい、ど今のところはそんな感じですなのです、まあ、なアクションに関してはまだチャレンジがあるが今後どうなるか,かるアクションは僕はちょっと実はそこら辺で限界が来るんじゃないかと思ってますが、うんまあ、それにしても相当なところまでいくとちょっと一瞬雑談にそえるように見えますけど2時間前にツイッターでアメリカのいろいろ見てたんですけどチャット GPT に予算を100万円与えて目的を設定して人間側に指示を出せとやってそれで実際に動いてる人たちが今います <laughs> はい、実験してみようって本当に稼げるから試してみようっていうことをやり始めてるで本当に今世界中で奇妙なことが現在進行形で起きてます <laughs> なんかねあのもうオフィスの中で機械同士が話してるのをただ見守る人ばかりの未来が思い浮かびますね今のままだと。でどっかです という感じ、うん、ちょっとモデレーターこの喋ってもあれなんですけどあの昨日マイクロソフトが出した「フューチャーブワーク」っていう動画見られた方おられます何かおられますす何人か結構衝撃的で例えば今ウェブ会議とかあるじゃないですかみんな喋るじゃないですかもう喋ってないの全部音声認識して勝手に要約して横に出してくるんですね。でそれに対して「この問いは大丈夫ですか?」とか問いが横にポコポコって出てくる。 で,すよであるとかなんかプレゼンテーションしたい時に普通だとこう構造化して頑張って作んなきゃいけないじゃないですかこれダラダラダラしると勝手にストラクチャーしてくれてでこんな感じのトーンっていうのをポチポチポチって置くとパーポが勝手にジェネレーションされます。なのでなんかこれ,これ見てるとなんか変な進化を遂げると人間はずっとボタンをポチポチ押すだけみたいな <laughs> なっちゃうんじゃないかという危機感を感じたりもしますけど。 あの、だ,だ皆さんちょっと絶望的気分若干なっちゃったかもしれないけど、<laughs> えっとね、ここにいるような方多分あんまりね、でも結構あんま関係ないんですよ。で、あの、僕週末たまたまあの、MIT のアジアビジネスカンファレンスってやに出て,てなんか質問もらったんで、答え考えろって言ってやらせたら、だ後と出てくるんだけど、 まあ官僚的答えというかですね、超絶つまんないというか、まあ、分かってる、この2年前から知ってるみたいなことばっかり言うんで、これつまんないことを言うために、僕は呼ばれたんじゃないという認識があるんで、それを踏み出して、基本的に全く無視して言いたい放題言ったら、まあ、バカ受けして帰ってきたんですけど、だからそういうことなんです、だから。あこういう これつまんないこと言うために俺はいるんじゃないみたいな私はいるんじゃないってことを確認するマーシンとして使うとめちゃくちゃ価値のある何かが生み出せるとで皆さんは多分できますで,で,でもあれでしょうあのアタカープロンプトをちゃんと入れるとアタカさんになるんじゃないですか、ね、いやまあでもねやっぱりね僕は右斜め上ぐらいを狙うんで <laughs> この回転はないだろうってやつだ、ね、かアタカさん調子よかったらいいけどちょっと調子悪い時はあタカープロンプト負けるじゃないあああすああんああ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 あ <laughs> その通りです <laughs> あのそういう不調子のためにも大事です <laughs>、はい、ちょっとあの議論は尽きないですけどもあの <laughs>、はい、ちょっと g 1のテーマにちょっと徐々にアラインしていければなと思ってまして、ね、<laughs> 今回のテーマはその世界に貢献する日本ということなんですけどそれをちょっと議論したなと思うんですけどよく考えるとそもそも世界においてこのゼェナラティブ AI っていうのは どうあるべきなのか、どう役に立つのか、役に立たないならいらないんじゃないのかっていう議論がなんかそ,そもそもあるよねって話になってきてまして、なんでちょっと日本っていう手前のですね、まずそもそもこのジェネラティブ AI は未来社会において、な、何なのどうあるべきなのっていうのをちょっとしていければなと思います。 これちょっと、じゃあ、平野さん。あ、はい。まあ、なんか、どうあるべきなのかっていうか、こうなっていくんだろうなっていうふうに思うのは、2つぐらいあるんですけれども、1つは、その資本主義そのものがこう変わっていくっていうふうに思うんですよね。で、これだけ、その、まあ、コミュニケーションコーストだったり、まあ、仕事のほとんどが、まあ、AI がこうやってくれるっていうふうになると、 一つのこう商品だったりサービスを提供するためのコストっていうのがどんどんこう下がっていって、ほぼほぼ全てのものがこうただで手に入るみたいな。そういったこう世界になると思うんですよね。でも基本的に、あの、私の山口秀さんの、えー、役に立つのか、それともこう意味があるのかってその対比好きなんですけれども、あの役に立つっていうのはこうどんどん安くなる。で あの、一方で、まあ、さっきもこう認知みたいな話しましたけれども、その相手のこう認知を変えるとか、思いもよらなかったものっていうのが、価値をこう持ち始める。で、それも究極的なものっていうのが、まあ、あの非言語側とかアートだとか、そういったものなんだろうなっていうふうに思うんですよね。で、あの、なので、まあ、そういったアートだとか、その価値があるっていうふうに思うもの、で、それをこう、想像するだとか、 あの、まあ、そういったところに、こう、経済価値が生まれてくると思うんですけれども、じゃあ、それが、こう、いいなっていうふうに思うんだったら、まあ、それを、まあ、欲しい人が、こう、衝動的に買う世の中にこうなっていくと思うんですよね。で、経済格差は、これ、生まれると思うんですけれども、じゃあ、この経済格差が生まれたことが、じゃあ、問題になるのかっていうと、私はそうじゃないと思うんですね。だって、ほとんどのものが、こう、0円になる世の中になるんだから、別にそれでいいじゃないですか。 一方、創造性が高い人っていうのは、まあそのまあ、創造性の高さでいろんなものをこう消費していく。で創造性にこう価値を生み出せない人っていうのは、まあ、創造しないし、創造性のあふれるものをこう消費できないって、まあ、そういったあの世の中にこうなっていくんだなというふうに思うんですよね。まあ、なので、ちょっとこうベ,ーベーシックインカムみたいな、まあ、そういったこう世界観になっていくのかなというふうに思うんですけれども、じゃあなんかこう、想像すべきとかはこうならないと。 思っていて、そのまあ、想像する人はこう想像がこう楽しいし、っていう、まあ、それだけのこう違いっていう風になるのかなっていう風に思っています。でもう一つはその災害の方ですね。であのまあ、これからこう災害がこうどんどん大きくなっていくと、まあ、いきますし、まあ、頻発化していく世の中になると思うんですけれども、あのもう災害をこう防ぐっていうのはほぼほぼこう無理だと思うんですよね。 なので、こう対処をしていかないといけないわけなんですけれども、まあ、そこで、あのー、まあ、とはいえ、その、ほとんどのものっていうのが、こう、ただになっていく世界観になるので、災害が来て、こう、家が壊れちゃいましたってなるけれども、まあ、でも、こう、家をこう、作るのも、まあ、かなりこう、ゼロ円にこう近くなるので、むしろこう、江戸時代みたいな、まあ、紙と切れてきてるから、別に家壊れてもいいよね、みたいな。焼かれちゃってもこう、いいよね、みたいな。なんか、そういったこう、世界観になっていくんじゃないのかなというふうに思っています。なるほど。 ありがとうございますいやでも本当にこのジェネラティブ A をどのように捉えるのかっていうところから出発しないといけないなと思ってましてでこれの捉え方ってなんか今日結構な方々たくさん今ここにおられるんでちょっと一回場に開かせていただいて問いを投げさせていただきたいなと思ってましてあちょ質問タイムというよりはですねあのこれをどう捉えられてるのかっていうところ例えばインターネット産業のおられる方々ってすごくこれを解度造卓捉えられてんじゃないかなと思ってたり。 あるいは政策に関われている方、平さんも小林さんもおられますけど、ちょっとぜひどう捉えているのか、ちょっと投げ込んでいただいて、ちょっと広げたいなと思いましたけど、どうなったか、後ろの方に、田中さんがジェネラティブ a アに関してすごいこうポストをされてたりするので、もしよろしければ、ちょっとどう捉え、インターネットさんがずっと見られている田中さんがどう見られているか、ちょっといただけると非常にありがたいなと思いますけど、すみません、いきなり振っちゃって。あ田中です、お願いします。 あの、すごい、この、この場にふさわしくない話をいきなり、あの、ぶち込みたいんですけども、皆さん、あの、もし、あの、あんまり不快な方は絶対やらないとし、ほしいんですけど、今の AI グラビアっていうのが、あの、ネット業界で一部流行っててですね、あの、AI が自動生成するグラビアっていうのが、今、Twitter とかに投稿されまくってるんですよ。で、次に TikTok に投稿されていて、一番びっくりしたのは、あの、Amazon に Am Amazon に Kindle Unlimited っていう読み放題のサービスが、 あの、あるんですけれども、あの、次はですね、え、AI グラビアで作ったグラビアの写真集を、あの、Amazon Unlimited にどんどん出版するって人が多様に現れて、で、これで読めば読むほどです、ね、アマゾンから出あの、作成者にお金が払われるんですよ。で、これで1日1万円くらい稼いでいる人がいるっていうのが、 あの、今週記事に出てきて、何がそういうかっていうと、その皆さんが議論するような AI を使って何かをさせたものを、それをある意味消費者に売ってお金を得ているっていう人がもう今日現在、この瞬間にいるっていうことなんですよね。しかもこれが、そのほんの3ヶ月とか6ヶ月とかの間に、そのそこまで至ってるあのわけなんで,で、別にこれグラビアがどうだってことが言いたいわけじゃなくて、グラビアでできるんであれば、ありとあらゆることでできちゃうっていうのがあるので、そういった意味では、あの、面白いと思ってるんですけども、その辺をちょっとお伺いしたいです。 わ <laughs> <laughs> かりましたちょっ,と待ってあじゃあじゃあえー、っとですねあのコンテンツ作成のコストがあのな,なんていうか激安になるんですね。なのでそれによってえー、っといろいろい,い短期的にはかなり乱れると思いますあの要するにさ先ほどのあのアマゾンで売るとかその、e、SEO でなんかいろんなページ作るとか レビューを勝手に生成して評価上げちゃうとかそういうふうな,なんていうか今までは人がやるからコストかかるよねっていうことで担保されてたことが多分短期的にはすごくあの崩れるただそれに対してと当然対抗措置も取りますからまあそこでのなんていうかまあいたちごっこみたいになっていくっていうそ,そんな感じだと思います。 今の,今のいたちごっこの話なんですけど今 GPT は一応政府モードになっているというかあの人の殺し方とかそういうものは答えないということになっていると思うんですけどこれどっかの段階でテロリストが入ってきてその政府モードを解除してどうやったら生産カリを入手できるかとかどうやったら何がテロ,リテロできるかみたいなことにこう使われ なないのかなとあの今もうイシュスがそんなことを考えてやってるかもしれないなと思うんですがこれなんか究極的にはターミネーターみたいにならないっていう保証はないですよねどうしといたらいいのかなっていうはいあの,私ですかあのおっしゃる通りですねえー、っとその、えー、うまくその今の、まあ、チャット GPT があのちゃんと礼儀正しく振る舞うようにしてるのをかいくぐれば脱獄って そうするとですねあのやっぱりそういったあの違法な行為をどうやってやるかっていうのはあの情報として出てきちゃうと思いますそういうアドバイスができちゃうと思いますで一方でそのターミネーターになるかどうかっていうのはこの AI 自身が意思を持って動くって話なのでちょっとちょっと飛んでるんですねその,その先に悪い人間が悪いと思って使うっていうフェーズがあるので。 でそこの話は僕、議論すべきだと思いますけど、AI 自身が何かタ,ターミネーターみたいになるっていうのは、やっぱり防ぐ方法、いろいろあるっていうか、あ,のあんまりその現実的な設定ではないからっていうふうには思いますね。ターミネーターみたいな、振る舞えって言っても動かないようにずっと設定し続けられるかっていうのがご質問のような気持ちとするんですけど、そこはどうなんですか。 えっとですね、先ほどみたいにその人があの悪い人がいてこの,このチャット GPT の指示された通りに動こうというのがあ,あれば多分できちゃうんですね。だけど結局やっぱりその現実世界へのどういう,こう,こう,こう影響を及ぼすかっていうところで相当な制約があるのでそこを防いじゃまば別になんていうかできますし、まあ、その懸念に対しては、まあ、ディープマインドが以前から あの、なんていうか、非常停止ボタンっていうのを作る技術みたいな研究をしてて、人間が何かあったときに、このボタンを押せば、えー、止まると。で、つまり、このボタンの解除の仕方は、AI は学習しないというふうな設定での学習のさせ方ができるというような研究もあるので、まあ、そ、そこら辺はあのい,いろんなやり方があるんですね。なので、アクションの議論を先ほどさせていただいてたのが、まさにそれに近くて、AI が、あの、 なんか殴ってくるみたいな物理世界に前を降りうるかっていうと基本降り,りないですね現状。でデジタル空間の中のアクションっていうことがまず1個でそれが先ほどのウェブブラウジングどこまでできますかってやつでその間に1個あるのが人間に話しかけてくるっていうことなんですよいやでもこれってあの悪い人が制御するとだってオレオレ詐欺で2,000億動く2,000億でしたか分かんないけどう動いてるわけで。あのいやあの どっかでイアン・ブレマンさんも言ってたんですけどあの国防におけるリスクはそういう民意躍動と人と区別がなかなかつかない,い今例えばインターネットサイトにジェネレーションしてこうボットをいっぱい入れると人と区別つかんないですよねみたいなことはもうすでに起こるんでそ,そっち側も結構リスクだとは思います。 AI のおかげでみんな暇になるってことでゲーム業界にとってはありがたい話かなって感じですごくホッとしてます。でちょそういう中であの、まあ、オープン AI とか含めても自分らのデータセットとかトレーニング方法とかをもうオープンソース化しないみたいな感じを決めてきてで Google も当然オープンソース化はしてこないみたいな、まあ、そうなってきた時に、まあ、このね彼らの根付けっていうところに僕らはもう円元とね払い続けるしかないみたいなもうチャット GPT4 もどんだけ高くなんねみたいな。 で、まあ、とはいえ、オープンソース化してっちゃうと、まあ、悪い人らが使いまくるってリスクもあるみたいな。ここのところのオープンソース化すべきかすべきじゃないかとか、すべきじゃなかった場合、まあ、GAFA が圧勝するやろうから、僕らはさらにね、大量の金を彼らに払い続けるだけみたいな。まあ、そういう感じのね、僕らが彼らの小作人、もっともっとこうね、 あのー、削除される時代というのが来ちゃう気がするんですけどこの辺のオープンソース化するしないとか GAFA が強くなるだけじゃねえとかこの辺について意見をお願いします。 あの、いや、大事なポイントだと思います。まあ、そもそもですね、計算リソースそのものが、あその GCP とか Azure とか AWS に異常に依存してて、それが現代におけるなんちゅうか原油みたいなパワーがあるわけですよね。で、それは実は電力で動いてて、その電力は化石燃料と、えー、核と自然エネルギーで動いてると。 先生、ね、その電力がないと実は食料すらできないという驚くべき問題があって、電力が肥料を作って肥料で飯食ってんです、僕らは。みたいなだから一番あれや、電力があって、計算リソースがあって、そこの上にこういう、なんちゅうかの汎用 AI みたいなやつがあると。で、これが、まあ、ドミナント化していくっていうか、まあ、今のところ僕の見解ではオープン AI、そして このグーグルが行って、ちょグーって言ってフェイスブックが行って、この間はなぜかつまらない、なぜか同じパワーで進むからみたいなのが今、起きていると思うんですが、どうなんですかね、本当にこんな空気みたいにあまねくいる人たちが、でも今のところ、そこにひたすら向かってるんですが、ちょっとしたあのリスクがあることは間違いないと思います、でもそれはクラウドの時に言わなきゃいけなかったんじゃないかというのが、私の見解ですかね、実はね。はい ちょ松田先生の質問なんですけど、GAFA <laughs> にどう向き合うかみたいな議論をデジタル市場競争会議等々がやられてると思うんですけど、このテーマはもう議題に上がり始めてるんですか、しゃべれるかわかんないですけどあ。いや、まだなんじゃないですか、わ、えー、かんないですけど、えー、音声とか、ね、やってるかもしれないですけど。はい、で、今の質問にちょっと答えると、えー、とまさにです、ね、おっしゃるように、その今までってそのディープラーニングコミュニティってかなりもうオープンにしてたんですよ、すべての技術を。 で、それがまあ、ある種文化だったんだけど、この戦いはもうかなり知りやすすぎて、あの、オープン e n a i が初めてこの GPT-4 を出した時に、パラメータ数も、その、えー、そのサーバーの規模も、もう、そういう詳細を公開しなかった。ーンオープン e n a i になったってことですね。そうですね。で、o p a i は実は、オーズド AI になった <laughs> あのな、なんですけど、で、なので、えっと、もう、これからそういう風な流れになっていくと。 で、今、えっと、メタのですね、ヤン・ヤンルカンさんっていうのが一番そのオープンにしていくべきだと、えー、こういう重要な研究はっていう風な、まあ、はあの、筆頭なので、まあ、彼を、えー、ぜひ応援した方がいいっていうのと、<laughs> まあ、あとですね、もう一個は、えっと、結局ですね、大規模言語モデルって言っても、しっこい大規模言語モデル、ちょっとて、てなんか定義無条件ですけど、しっこい大規模言語モデルは作れるんですよ。結構簡単に。 で中くらいになってくるとコストがかかってきてで大規模になると多分もうほとんど作れる人がいない、まあ、え何社かしかいないみたいな世界観なので少なくともその日本として中,中程度のやつはちゃんと作りましょうというのはやったほうがいいと思いますねででそうするとそれがまあいろんな意味でのけん制になるというかオルタナルタナティブになると思いますねありがとうございます平さんお願いしますいや はいえー、ありがとうございますあの <laughs> 自民党のです、ねえー、と AI の進化と実装に関するプロジェクトチームの座長をやっておりまして実はこれ松尾さんが経営者会議かな g 1の経営者会議でラ,ラージ・ランゲージ・モデルのこのセッションやっててあれ自民党政府とか自民党はどこを AI の司令となってるんだっけと思って見たらなかったということで <laughs> 作った PT なんですけど、まあ、我々の問題意識はその AI 使ってどうやって社会課題を 解決するかと。例えば、その生産性上がると、その失業増えるって言うけど、圧倒的人口減少と労働者不足が解決するのはそれは OK だと思うし、あとエネルギーの問題ですよね。核融合のいわゆる炉の中を あのコントロールするテクノロジーがあればエネルギー問題解決するのでなので、えー、っとお伺いしたいのは、まあ、どっちにしろう,うちの PT は3月までにこれまとめなきゃいけなくてそれが政府の成長戦略骨太に入っていくのであの何か意見があったらあの今週中に私にメールをください <laughs> ということとあと政府は何をやったらいいのかやっちゃいけないのかだけちょっとワ,ワンポイントアドバイスだけいただければ <laughs> 僕らもう投げ込んできたメン、まあ、バーですよ。 僕は、えっと、これ国としてやるべきなんですけど、えっとですね、国がやるってなるとあの変な人が出てきて変なことをが起こり始めるんです。ね、でそうならないように <laughs> あのこれ基本的な計算リソース GPU を買うでそれをえ若い開発者技術者に開放するというのをやってる限り絶対変なことにならないので。 まず、それが第一。あとはデータの整備、学習させるデータを共通に整備しようということ。あと、自分たちで開発者をですね、えー、開発をやろうとすると、これまあど、どういう事業者を選定するかとか、どういう人、これ、またいろんなことが起こ,起こるので、多分あんまりやんない方がいいんじゃないかなというふうには思っています。平野さんとか、あられますか大丈夫ですかあ、そうですね。あの今のはあの松尾先生のおっしゃってりだと思います。 2、えー、つあって、ですねあの国としては、まあ、ある程度の LLM を作る能力を持つっていうことは、やっぱり必須と言わざるをえないとは思います、ただ、先ほどのオープン a i Google Facebook 陣営に打ち勝つことは並大抵ではなく、ただ、能力を持つという意味でやらざるをえないと思います。 ただ、で、一方でですね、多くの産業はこのオープン a i が生み出してきたようなものを前提に使い倒して、その応用のフェーズに行かなきゃいけないんですね。これはまあ僕の感覚でて昔 AT&T の最大の財力を使ってベルゲンが生み出したトランジスターの果実は日本は借り取ったわけです。 ででトランジスタは高周波的なものに使えなかったやつ全部使えるようにソニーがチューニングしきってラジオとかテレビに作って未来を取ったわけですねみたいなやつでこの新しい技術を完全に応用のところに一気に貼って使える限り使い倒すっていうことをあらゆる産業でやるっていうのが多分日本の道であって。 まあ、長らく、あの、タイさんとかでぶっこんでんさいって話してるんですけど、まあ、我々のこのマテリアルなのかリアルに対する異常なこだわり、先ほどアートのセッションでもここのね、微妙な曲率が大事なんだってことはさっきのスポさんのセッションとかでやってたんだけど、タガさんとかのとかでね、あの類のな話っていうやつにざん活ざんかしていく、すべての食もそうだし、何でもそうなんだけどっていうやつの両面でやるっていうのが多分大事。 で、LLM 作るのやつはですね、絶対に国のコンソーシアムとか大反対です。絶対にやめたほうがいいです。複数の先導がいるとか絶対にうまくいかない。だからそれをやるという企業の R&D コストにマッチアップして、例えば100億突っ込んだら100億出してあげるとかっていうモデルをやるべきであって、そこの人たちの自主創造を加速するっていう方法を絶対に取らないと勝てるとは思えないです。スピードが速すぎる、これは。 複数の先導のタイプのやつはいかないです、狂ったようにやるしかない、た多分それが私の思う道です。はい、残り15分ぐらいになってきましたけども、当初これ、開いたあの趣旨はですねあの、こういう広大なイノベーションの、ジェネラティブ AI は社会によって、社会にとってどのような役割であるべきなのかっていう、そのですね、ゴール設定の方の議論をちょっとしたいなと思ってまして、どう、いかがですか、松田先生でも。 いや何ていうんですかねなんか、うん、だってこれ普通聞くとなんかいろいろ仕事が自動化されちゃって怖いよねみたいな、うん、そんなスピードで進化しなくていいのにみたいな感じの受け取り方がほとんどの人なんじゃないかなと思っていて、うんうん、でもなんか平さんが先ほどおっしゃった話とかって AI うまく実装すると今解けてない社会課題が解けるかもしれないとか、うん、あのそ,そういう何ていうんですかねあのベネフィットみたいな方が本当はいっぱい埋まってるはずだと思ってまして。はい そ,そうです、ね、ななんかその一気に先の議論までしちゃいましたけどでもやっぱりそのあのイノベーションが生まれてない新しいことができてないでこれ多分国とかも一緒で何て言うかやっぱり意思決定だったりその、えー、何か人の思,思いがですねちゃんとうまくあのデザインできてないっていうのがあると思うんで、まあ、そういうところに。 関してまあいろんなそのチャット GPT を使ったソリューションができていくと一つずつそういった負が解消されてもっと流れが良くなるしイノベーション起こりやすくなるっていうことが多分起こると思うんですね。世の中で起きてる問題のほとんどは実は未来から見るとコミュニケーションの不具合でしかない可能性があるんじゃないかっていう仮説を僕ずっと持ってるんですよね。なんで人と人との間にエージェントが介在することによって 現状だと構造的に解けないような問題が解ける可能性があるんじゃないかなっていうことが言いたかったんですじゃあ、じゃあちょっと、あの、だ田さんはどう,どうあるべきというかどう、どうしていきたいという、ちょっと偏愛含めてぜひてて。え、この、この未来、はい、そうですね。えっと、まあ、先ほどのね、あの、 あの、ヒアンさんの話に繋がるんだけども、結局僕らが体と心を持ってるということから価値が生まれることは変わんないですね。で、僕らが、は、か、あの、感じたり、面白があるとかですね、こういうことやりたいよねとか、変なこと思いつくみたいなところっていうのは、すごい根源的価値であり、ずっと残ると思う。で、こっちの方が、こういうのが、こういうのが、なんで、まあ、これよりこうみたいな、わけわかんないやつが大事なんです、多分ですね。<laughs> はい。 とりあえずもうあの、ここはあの、普通箇所を入れるところで故障だみたいなやつがだいぶ大事なんで、そういうのが大事というのは変わんないと思っています。あとですね、AI のさっきの AI グラビアの話聞いて思ったんですけど、でもやっぱり本物がいいんですよ、僕らは。だから、オーセンティシティダズマターなんですね、実際には。で、あの、フェラーリっぽいものとフェラーリは違うんです。<laughs> ね。ライカっぽいものとライカは違うんです。だからこの二つの差っていうのは根源的にはずっと残る。 実はでこのな車みたいなですねジェネリックなものじゃなくてフェラーリあるいはポルシェっていうのは価値は残ると思いますみたいなところなんですねだからこれは見失ってはいけないと思っていてだから誰がどこがどこでみたいなやつは残るんでだから国会答弁でここであの河野先生がしゃべるってな意味があるんですたとえ g p t 4が書いたとしてもですね <laughs> なぜなら河野先生が喋ってもいいと思ったという事実が大事なんですよ。はい、これは残るんですね、実は。だから皆さん、そんな感じで自分の仕事は消えないと思った方がいいですね。<laughs> <laughs> 変な言い方ですけども。だからその辺ですかね、この僕が今考えてたところは。い残り10分ぐらい最後は Q&A セッションに投げないとってことなんですよ。 じゃあ、ちょっと一度この方向から、まあ、広く大丈夫ですけれどもあの質問ちょっといただいて拾っていければなと思いますじゃあどうぞ、はい、あの石です。 えっとまあ、今のお話、まあ、あの非常に今起,あの起こっているのはこのスピード感とあと、今ずっと議論されているような、まあ、なくなる仕事はなくなるよねっていうことだし、まあ、一方で例えばイーロン・マスクがやっているニューラルリンクみたいな脳内にコンピューター入れましょうみたいな,もうなんか劇的な変化がちょっとアメリカでストップかかってますけれども、えー、っと劇的な変化が起こっているけれども私たちすでにコンピューターとの関わりで自分たちもどんどん変わっていると思うんですよね。 で、自分たちの脳も変わってきてると思うんですね。で、えっ、ー、と、究極的に今のお話だと、ものすごいスピード感の中で自分たちが変わっていかなくちゃいけなくて、で、自分たちが残されたものは想像力だ、みたいな、あの、まあ、議論なんですけど、これ言うのは簡単なんですけど、えっ、ー、と、このスピード感について行くのが難しい日本人。えー、そして、えー、この、なんていう、想像力 という意味ではあのそれを使えばいいというんですけどここも日本人がかなり不得意な、えー、と分野だと私は思っているんですでこの,この変化の中で、えー、と日本の企業、まあ、今、たかさんが企業のことは少しお話しされましたけれども、えー、と企業はやらなくてはいけないことまた教育分野でやらなくてはいけないこと、えー、というのを、まあ、根本的に変えていかなくちゃいけないので、まあ、先生方のちょっとそこのところのご意見を伺いたいです。あ はい。 あ、フローレンスの会長、駒崎です。今、あの、福祉の分野ではですね、相談っていうものがございまして、えー、その対面で、まあ、いろんな困っている人から相談を受けるんですけれども、この相談員っていうのは圧倒的に不足していて、困っている人を助けられないという状況があります。でそこでフローレンスはですね、デジタルソーシャルワークって形で、LINE などを通じてですね、相談乗ってるんですけれども、それでもやっぱり人が必要なんですね。だけれども、この AI を使えればですね、その相談率を推すっているのも飛躍的に高めることができて、多くの人たちの相談に乗って、 解決ができるんじゃなないかなと思って実は希望結構希望を持っていますでそういったことを、まあ、要は社会課題解決にこの AI を使うっていうようなユースケース具体的なユースケースを、まあ、ここにいらっしゃる皆さん方それぞれ現場にいらっしゃるので、えー、こう集めてですねより良き形で AI を使えるような,なそういうアイデア出すみたいのができる場があるといいんじゃないかなっていうふうに思ったんですねパブリック AI イニシアチブ的なそういったものがあるといいのかななんていうふうに思ったんですけどいかがお思いでしょうか じゃ、あちょっと答えたいところからどうぞ。えっと、企業と教育、相談は、まあ、あの、今の最後の、ね。えっと、駒崎さんのやればいいと思うんですけれども。えっと。 とまあ、教育ですね。一番僕の心配してるのは、私も教育現場にいて、この間卒論の謝辞にチャット GPT を書くという学生を送り出した私としてはですね、あ,<ー> <laughs> あの、謝辞チャット GPT ってなんだよお前という、この,の微妙感というかですね、なんつうの、答えが見えていることに対して、とにかくクリアに早く答えを出すということの訓練するタイプの計算ドリル的教育にもはや価値は消滅したと思って、 まあ、ほぼ確実だと僕は思っています。ただ、それがいいか悪いかをジャッジできる能力がめちゃくちゃ必要で、ですよね。だから、これ、真の教養の時代に突入した可能性が高くてですね、非常に幅広いことに対して生々しく価値を感じられる人が強いんですよ、これ。 生体験を多様にいっぱい積んできて、いろんな苦労も涙も死ぬもうね、あの、怪我もした人の方が多分強いんですね。だそういう意味での教育というふうに考えると、日本はほぼ、なんていうか内積ゼロっていうかですね、あの、もう直行的に全く交わってないんで、なんか,かなり根本的な変容をしないと、ハイアイ級側の無能な人を大量に作る、 どれに近い人を作る国家になる可能性が高いと僕は思っていて、ここは結構大きい問題だと思ってます。企業もまあ同様ですね。えっ、ー、と、なんか、なんとなくうまく翻訳してなんとかっていう人っていうよりも、やっぱフロントかバックだけで価値が生じるようになりますから、やっぱ顧客フロントで人を説得して動かせるような人は価値がある。こんなにインターパーソナルの価値が重大化した局面はあんま多分ないんですよ。未だかつて。 まさか AI の進化がそこに向かうとは多分思ってなかったような影響を今及ぼしつつあってこれはとても大きいんじゃないかなと思ってますでバックエンドにもの作るとかサービス作るとかそれはもうその価値はずっと残ると思います実ははい、はい、ありがとうございますその他あられる方いますか、ね、じゃあさ最後いただいてあと最後1分ずつ最後アクション系のことをいはいあの世界に貢献するというテーマと関係してお伺いしたいんですけれどもあのまあ オープン AI 見ててもあの英語だと1トークン1ワードで日本語だと1文字でだいぶやっぱ英語の効率がむちゃくちゃいいなとで特に危機感を持ったのは Facebook メタの LLAMA のサポートランゲージから日本語韓国語中国語とかが抜け落ちていてこの3つも抜け落ちるっていうことは多分中あの東アジアとかみんなダメなんだろうと思って なんかもちろんこうオープン AI の背中を追ってるとすごい難しいところにいるんですけどここの分野ででで日本が世界に貢献できることってないんでしょうか。やはり AI ってそれでも日本は何十年も研究してきて多くのアジアの国よりもデータの量もあるしノウハウも持ってるはずで何か貢献できないのかというのが気になりました。以上です ありがとうございます最後の問いにふさわしい質問をいただきましてあの皆さんから最後1分半ずつぐらいでぜひですねアクションできる貢献できるアングルを最後皆さんにあのお話しできればと思いますじゃあ平野さん先お願いしてもいいですかあはい、えー、アクションでいうと、まあ、の直近12年ぐらいぐらいでいうと、まあ、この,あのチャット GPT を使ってもうとにかく、まあ、いろんなこう起業家の人たちがこう、まあ、作りまくる っていうところが、あの、まあ、一つ、こう、アクションになるのかなっていうのと、まあ、あと、あの、先ほど国産 LLM の話がありましたけれども、あの、諸話代を、こう、払い続けなくてはいけないし、まあ、自分たちで、こうコントラビリ、コントローラビリティも持ってなくなってしまうので、まあ、これ、お金の問題ですけれども、あの、まあ、自分たちで、こう、国産 LLM をこう作っていくっていうのは、一つ、こう、必要なのかなというふうに思っています。 で、え、ちょ、ちょっと長めの話を言うと、あの、先ほど、石黒さんが、あの、想像力日本人ないっていうふうに、あの、おっしゃっていましたけれども、私はそこ、あの、あるんじゃないのかなっていうふうに思っていて、あの、むしろ、こう、ビジネスにしていくのが、お金にかあの変換していくのが、こう、苦手っていうだけで、あの、まあ、 少しこう遠い先のこう未来になるとは思うんですけれども、えー、まあ想像力、どれだけこうひたすらこう作りまくってこう楽しめるのかみたいなっていうところが、あのー、まあそういったこう世界になっていくので、まあ、これアクションというよりもマインドですけれども、そういったこうそれをこう楽しむマインドっていうのをこう日本人があの引っ張っていけるといいなというふうに思っております。ありがとうございます。続いて松尾先生お願いします。あはい、えー、っとですね。 私もあの、平野さんと一緒で、やっぱりその使いこなし方で、そこの創意工夫とかは、やっぱり日本人すごくいろ,いろんなことやりますし、そこのノウハウをですね、お互いに共有するっていうのも結構やるので、で、あの、今、画像のジェネレ r ティブ AI も日本人ユーザー多いんですよね。で あの先ほどあの、えー、最初手を挙げていただいた時もチャット GPT 使ったことがあるって方がですねもうこの部屋ほとんどだったとでこ,こんなこと結構珍しいと思うんであのやっぱり高齢をですねどういうふうにその使いこなしていくかっていうところで貢献できるんじゃないかなっていうのが一つもう一つはやっぱり、えー、っと日本語が対応されないとかあんまりその優先度が高くないということは逆に言うと、まあ、自然言語処理のコミュニティー いつもそうなんですけどやっぱりその言語に対して責任があるのは誰かというと我々自身だということでこの日本のこういった大規模言語モデルは我々がちゃんと使って作っていかないといけないしそれがまたグローバルなコミュニティに対しても貢献できることが出てくるっていうそういうことじゃないかなというふうに思いました。あありがとうございいまますすじゃあ最後もさんお願いします まあ、あの、我々ほどですね、普通に人間と対話できる AI というか、汎用型 AI とを普通に考え続けて生きてきた国民はいないと思います。それはドラえもんです。なんで、えっとね、僕らは知ってんです。こういうものとの付き合い方を、誰よりも深く、徹底的に考察してきたんですね。いいですね。いいですね。そこは間違いないです。ほとんど。輸出してますけど、我々の考察量はもう、 莫大ですだから1億2600万人分の考察があるんでこれをどこまでテコにできるかに僕らが世界への貢献の道があるんじゃないかなって僕は聞いてて思ってたところです。ということであののび太だってですねドラえもんと共にちゃんと未来を作ってったんです。ということで我々はまあ,あの,のび太とドラえもんから学ぶ時が来てるんじゃないですかねっていうのが僕の最後の言葉です。はい